こんにちは。もうすぐ学祭シーズンですかね。僕の生徒さん、9月に、学祭があるということで、練習に勤しんでるようですけど、高校ですけどね。僕の高校の時の学祭の時、やった曲、確か、一番最初にやったのが高校2年の学祭で、曲ちょっと2年と3年が混ざっちゃってんな。多分ですけど、バンヘイレンのジャンプとドリームス、モトリークルーの、ホームスイートホーム、あと、なぜか、バウアウ。何だったっけな。曲名忘れました。なんか、シャッフル系の跳ねた曲。なんだっけな。あ、わかった。ナイトレスシティ。あと、なんだっけな。ちょっと、あれです。ダメだ。パッと出てこない。ジャーニーの、ちょっと曲名忘れちゃったな。曲名、あの有名なやつじゃないですよ。ジャーニーのね、曲名忘れちゃいましたね。2年の時、まだやったと、他にやったの、今ちょっとパッと出てこないですね。3年の時にね、同じハードロック系のバンドと掛け持ちで、爆風スランプの、コピーバンドも出ましたね。2バンドやりましたね。高校3年の時に。よくスタジオであったな。借りたのかな、覚えてないですけど。懐かしいですね。爆風スランプバンドのベースの、人とは、去年かな、おととし、久しぶりに、何年ぶりですかね。30年以上ぶりぐらいに会いまして、楽しかったです。また会いますけど。そうですね、学祭ね。なんかつい昨日のことのようですね。もう何の35年ぐらい前なのに。恐ろしいですね。あっという間に35年経ってしまいました。それでですね、今日は、シックスストロークロールとパラデュドルの合体なんですけど、あれですよ。パラデュドルといってもですね、シックスストロークロール。左手で終わって、その後パラディドル、これ右、左、右、右。かと思いきや、違うんですね、実は。ちょっと違うんですね。こうです。あ、わかりやすいように、右手、タム、左手、スネアでやりますよ。一応形としては6連足す16分なんですけど、右、左、左、右、右、左が2個来るんですよ。譜面が出てるんで分かると思うんですけど、これをですね、ご紹介したいと思います。ところがですね、これね、難しいんですね。左手のがダブルで、次の拍の頭。まずここがね、難しい。こう頭。頭。1、2、1、2なんですね。そしてそっからの右、左、左、16分音符なんで、このね、2拍目 の, この右手、これがね、ついね、走っちゃうんですね。こうやってね、パンと流れで、いかないように。たた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 。こうですから。この右手。今このフロアタムね。これがね、こうならない。これじゃね、ダメなんですね。流れちゃうとダメなんですね。なんかシンバルの傾きがおかしいですね。あ、ぶつかっちゃった。
つい気になっちゃうんですよね、シンバルもね。ちょっとこう傾いてるだけなのに気になっちゃいますよね。大した音変わんないのに、まあ、叩きづらいっちゃ叩きづらいんですけど、一応ね形としてはそれだけなんですけど、あのとにかくねリズムがね乱れないように、前もあの違う動画で言いましたけど、パラディドル系はですね16分布の2個目の音、パラディドル系じゃないや、ノーマルパラディドルは、2個目の音がね早く入りがちなんで、このねここね、そんなのそんなことないよって思ってる人もいると思いますけど、意外にね早く入っちゃうんですよ。落ち着いて、そうするとですね、これあのダブルスローク使ってるので早くできる。はい、あとパストラ入れたりとか、ハイハットチッチッて、ハイハットだけだと、まあハイハットだけでもちょっとかっこいい、かっこいいですけど、この金物の音にですね、バストラ合わせて、右手打ってるとバストラもね、合わせやすいんで、バストラだけよりも。こうやってやるよりも。まあね、右手と右足は仲良し小良しなんで、合わせやすいんですね。今日はですね、これだけなんですけど、そうですね。左手のなんかのリズムの最後左手に なる形。まあ普通の16分音符も左手になりますよね。この後、よし、こっからなんか違うことやるぞ、右手っていうのもありなんですけど、意図的にですね、これダブルにして、200目の頭を左手にしちゃう。そうするとですね、その後の展開が全然変わってきますから、まあ、他のルーディメンツくっつけてみたりとかして、やってみると意外にですね難しいけど、今までやったことのない、パターンが生まれてくるかもしれません。はい、断定はしないっていうね、一番やらしい、話し方、後で何か言われても断定はしてないよっていうね、逃げの話術となっておりますが、でも本当です。最後ね、左手1個じゃなくて2個にしてみると、その後のね展開変わってきたりするので、まあ今日は一応あの6スロークロールってこういっちゃいますから、連続で使うこと多いので、ついなんか超えちゃうんですけど、ダブルにしたらどうなる、そしてこの後つなげるパラジドル打ったらどうなるということで紹介してみました。はい、そんな感じで本日は以上でございます。ありがとうございました。